タイブレーク、イスタンブールでの2004年大会にて。エリック・パピリア、ヘルシンキでの2007年大会にて。ザ・メイク・メイクスと燃えるピアノ。ウィーンでの2015年大会にて。オーストリアのユーロビジョンソングコンテストでは、オーストリアにおけるユーロビジョンソングコンテストについて述べる。オーストリアは、過去にユーロビジョンソングコンテストには数多く。 出場しているが、目立って良い実績は得られなかった。オーストリアは、2014年大会で、コンチータ・ブルストが優勝するまでの間、40年以上に、わたって、優勝経験は1966年大会の、ウド・ユルゲンス、メルシー・シェリーの一度限りという状態が続いた。過去にダンスポップの楽曲で成功してきたのと、 対照的に2000年代のオーストリアの参加曲にはユーモラスなものを選ぶ傾向にある。2003年大会ではコメディアンで芸能人のアルフ・ポイヤーは家畜に関する楽曲ワイルデア・メンシツェルトを大会で披露した。2005年大会では民族音楽のグループグローバル・クライナーがラテン風の楽曲ワイアシーを披露した。これはオーストリアにとって 初の準決勝への参加となったが、決勝への進出は叶なわなかった。オーストリアの代表選考の方法は特に決まっておらず、選考会を実施する場合と内部選考の場合がある。オーストリアは複数回にわたって大会を欠場している。最初の欠場はマドリードで行われた1969年大会であった。当時のスペインは、 フランシスコ・フランコ政権の統治下にあり、オーストリアは大会のボイコットを決定した。しかし、大会の歴史に詳しいジョン・ケネディ・オーコナーは、前年の1968年大会で、オーストリアがスペインに2得点を与え、これによってスペインが1得点差で優勝したことから、このボイコットの理由を政治上のものとしているのは建前に過ぎない可能性があるとしている。 翌年の1970年大会でもオーストリアは欠場した。これは1969年大会で同率で複数の優勝国が選ばれたためであり、これによってオーストリア以外にも複数の国が1970年大会の不参加を決定している1973年大会から1975年大会までオーストリアは不参加をなった。 理由は不明であるが参加局すべてに一定の得点を保証した得点方式が一部の大会で用いられることが理由ではないかと推測されている。1998年大会と2001年大会ではオーストリアは過去5年間の大会での順位が基準に満たなかったため参加は認められなかった。2006年大会に先立ちオーストリアは 過去の大会での順位が低いことを理由に不参加とする可能性を示唆し参加アーティストの才能はコンテストでの成功に左右されないとした。ヘルシンキで行われた2007年大会には参加したものの準決勝でワースト2となったことやオーストリアの視聴者のユーロビジョンへの関心の低下から2008年大会への参加を見送った。 オーストリア放送協会の番組ディレクターのボルフガング・ローレンツはオーストリアは期限を定めず大会への不参加を続ける可能性を示唆し ORF はチャンスの与えられない大会にこれ以上のアーティストを送る意志はない状況が変化すれば喜んで再び参加するだろうと述べた不参加にもかかわらず2008年大会の決勝は ORF によって放送され よって、翌年の大会に参加する権利を留保した。しかし、ORF のエンターテインメントディレクターのエドガー・ベームは、現行の準決勝の方式は、依然、投票に際して、政治的選考によって動く一部の国々に対処したものとなっていないとし、欧州放送連合によって、準決勝の方式について定める明確なガイドラインが制定されない限り、オーストリアは、 モスクワでの2009年大会には参加しないとした。ORF は2009年大会には参加しないことを決定し、他方で2008年同様に決勝の模様を放送した。その後もオーストリアはユーロビジョンの投票制度の不備を理由に不参加を続けていたが、2010年大会でドイツ代表が優勝を果たすと、 同年7月に2011年大会への復帰を表明した。オーストリアから高得点が送られた国々、オーストリアに高得点を送った国々、得点の合計は決勝の時のもののみであり、準決勝のものは含まない。ありがとうございます。